魔人は死んでいた。屋上で反射的に殺しちゃったって聞いた時はどうしようかと思ったよ。なんかごめん。殺せ殺せ、主様への生贄にするのだ。死ね。え、これは一体高藤よぎり、どの程度のものなのか。なんだこれは。全ての運命の行き着く先、そこから先は何もない。全ての終わりが人の形をとっている。シオン、お前は一体何を呼び寄せた。葵殿、大丈夫？ずいぶん調子が悪そうだね。大丈夫です、ちょっと休めば大丈夫なんです。ごめんなさい。落ち着いて。こいつをお届けに上がったのです。語学優とのことですので。え、いらないんだけど。わかりました、ではこちらで処分させていただきますね。気がつかなかった、古本のような扱いはやめてほしいでござる。では私はこれで。葵殿、